はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。1月27日です。あ、モーツァルトの誕生日だよな。そして来月が僕の誕生日ですね。2月27日です。そして今日からまた1週間滝行に入りました。今ちょうど滝に打たれてきたところです。満行は2月3日というところでですね、そしてその翌日が立春ですね。あの、言っときますけれども、立春からです。まだ今年始まってません。まだ準備期間です。立春から本格的にいろんなことが起こり始めます。激動の時代です。我々が今することはですね、日々淡々と感謝しながら過ごすことと、あと10個の目標は書いておきましょうね。そして絶対に7番目はやるということです。で、今年僕は7番目は体に関することだったんですけれども、昨日ですね、福岡の月一で前田夏実さんとコラボさせてもらったわけですけども、体に関するワークが中心、もちろんお話もいろいろ聞かせてもらったわけですが、まあすごいということですね。で、僕自身の体がガラガラと変わってですね、本当ね、宇宙とつながるようなそんな体験ができたわけですね。ひょんなことからですね、去年お知り合いになりまして、すげえ面白い人だなと思って、そうなると僕はすぐね、つっついてしまうというか、いろいろと引っ張り回してしまうような性格なんですけれども、立春、僕のセミナーがありますし、その翌日は夏美さんとのコラボなんですけども、会いに行くと多分満席だと思いますけれども、昨日もそうですが、今度来られる方もとてもラッキーじゃないかなと思います。で、ちょっとその様子をですね、一部音声だけなんですけどもお届けしたいと思います。肝心な話がね、ちょっと入ってないところは実際あるんですけれども、そんな雰囲気でっていうから、で、これからの展開がですね、またちょっといろんなことが起こりそうで、いや、ちょっとすごい時代に入ろうとしてるなと、それを肌で感じているところです。ではじゃあ皆さんも知らない方が大勢いらっしゃるんですね。じゃあようやくお話ししていただいて、こっからは普通に行くと思いますんで、ちょっと写真撮ってもいいですか。はい、108って聞いたので、はい、ちょっと顔もし映ったらいけない人はなんかややこしいことしといてください。ややこしいことどうぞお願いします。映らないんですよね、これね。すごく映ったし、いいことが起きるっていうふうに設定してるんで。はいはい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、どこからお話ししたいんですか。ですね、まず、いや、本当にね、というかね、今まで僕は何者かってこと一言で言えないんですよ。そもそも何している人かわからないというのがあるんですよね。一言で言いますとね、はい、花屋で働いてるお姉ちゃんとか、はい、そのいいところじゃなくて、何をしてる人って分かってるじゃないですか。はいはいはい、やっぱりミステリアスっていうのは、女性はこれから何なのか分からない、時代も何なのか分からない、そういうのをやっぱりどんどん醸し出していただくっていうようなことを本職にしてるので。余計分かりません、それ。急に Q さんに、あ、分かったって言ったら、それはそれだけのものだったんだと。いやいやいや、だから前よりちょっと分かったと。だから人に何者かをちょっと文章に書けるレベルでは一応僕の中で理解できたっていう。で、僕は理解力ある方なので、それでももう Q さんは天才です。いやいや、とんでもないです。私結構ダメなんですよ、こういうのをガチャガチャ機械がアンテナの方で信じて。本当に忘れもしない7月26日ですよね、はい、山下の、はい、そうです。朝だったんですよ、うん、私 のコーヒータイムっていうのは大体1時間が私のコーヒー瞑想なんですけど、うん、本当にふっと出られたんです、うん、ふっと出られて上がってきて、Qさんの声が始まった瞬間に、私は今前に住んでるんですけどね、自分がこんなに笑うのかっていうぐらい笑ってる自分を見た時に、そんな笑えるのか分かんないけど、はい、ものすごくおかしかったんですよ。で、それが今思うことは、声の仕事をしてるんで私は自信を持ったんです。何も知らない、どんな人、それこそ私も何も知らない、はい、ただ声の中で読み取ったんですよ。うん、すごい人と思うって。いろんな YouTube テレビもね、はい、テレビはもう約4年前に全部捨てました。はい、で、なのでこういうの初めてなんですよ、はいはいはい、ある程度本を読んで、著者の本を読んで感動して著者内に行くこと、うん、でもこれで上がってきていくっていうのは
うん、私も正直自分でびっくりして、うん、でなかなか行けないですよね、近いところなのに、うん、迷って、うん、で途中で邪魔らへるんですよね、やめときって、うん、あなたそんな行くけ変なおっちゃんだけどどうするこう自分でありますよね、はいはいはい、で結局15分で行けるところを1時間ぐらい寒がったんですよ、で着いて今でもエミちゃんねわーって襲いかけるいやもう着きましたそれでお話聞いた時にだんだん声から私はっきり内容も覚えてるんですよ、うんうん、うわっもしかして神的な人かなと思って、ね、でも限られた時間でしたので、うん、今でも覚えてます、あの横にね座ってその方とも最近 LINE でちゃんと分かりました、はいはいはい、高橋恵子さんでした、ああ、はいはい、うん、ものすごいあのもう Q さんのことをこう生き菩薩さんのようにこうもう大丈夫よ、はい、で私はもうなんか違うところにアクセスしてて、はい、でバリトっていう響きを聞いてから、うんうん、あもうそれ行きますってなんかね、ですよね、その後から言うてしもたらどうしようと、いやそんなバリトってあそこよねと思って、いやでもねそれね行きますっていう人はいっぱいいるんですけど、もう本当に来る人って実は少ないんですよ、そういった意味では、うん、行きたいという気持ちがあるんですという思いで行きますっていう人は割といらっしゃるんですけども、でも本当に来るんだとあれだけで来るんだみたいなでそれで次その座シンフォニーホール、うん、もうあれはもう祈りました、いや Q さん本当にありがとうございます、いやそうです、私のために作ってくれたのかっていやいやいやそう言っていただけるもうすごく感動で、あの大阪で申し上げましたようにね、はい、今日来ていただいた皆さんもあの時の席の方たちですよ、うんうんうん、そんなありませんよね、初めて会ってそのままもう、うん、多分生涯の友達になると思うんですけどね、うん、それぐらい Q さんの吸引力で、私もだん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 とわからないままこうバリ島でご親しいただいて、うん、ある日一瞬目がガチッて変わるんですよ、うん、目のなんか目の奥がぐるっと本気で気がついてたんで365度一回回転する瞬間を見たんですよいやバリ島魔法使う時にそうですか、あの時にあ100年分動くなと思って、私も相当セミナーも受けてますし、はい、自分もセミナー主催してますし、ある程度の方会ってるんですけども、まだどんな方とコラボしたら言えませんぐらいいらっしゃるんですけど、うん、私やっぱり今までの中で本当に良かった、いやありがとうございます、なんか今になったらあのバリ島に行ってなかったら、うん、これはないっていうことが今いっぱい起きてるんですよ、それもちょっとねさっきまさかっていう人も昨日出会いました、だから今日、はいはいはい、トシさんとも言ってないんですよ、あのシンフォニーホールからまだ100日経ってないんですよね、そうですね100日経ってないんですよ、うん、経ってるか経ってないか、経ってないですね、10月23日ですから、まあ、95日ぐらいですかね多分ね、でちょっとだけすみません、あのプライベートでは Q さんの写真を、うん、はい、あの9回って言って私が、うん、Q さんに空海の会をつけて写真勝手に送ってるんですけど、やっぱり空海さんのねあのご存命の時に似てありますオーラが、あそうなんですか、はい、送りましたね、でそれで今日もちょっとあのね電車の中でこう見てたんですけど、108が出てきたんですよ、108の煩悩ってことで、今日は皆さんに体操をねもう今日100年分ぐらい持って帰っていただかないその中で空海さんのアップしたらあった手相の、うん、もう名前言ったらあれでも手相でこの人の人が私に見える、なずみさん、うん、あの空海が持ってるあの持ち方がわからん、あの持ち方を説明してくれ言われて、うんうん、あのご保証ですか、そうです、はい、あれはなんであんな持ち方してるんですかっていうことで、うん、いやそれはもう説明しなくても今日 の, あの体操なんか入ってますから、うん、もう空海さんと合体して書いていただきます、はい、だからそれも全部ひもが解けてきて、だから今日108つき、うん、聞かされて、そうですね、私本当に Q さんと打ち合わせないんですよ、はい、ないです、はい、後でつながっていくっていうのが、うん、不思議ですね、だからその時その時直感に従ってやってるだけなんですけども、その意味が後から分かってくる、意味が後から分かってくるんですよ、だからおそらく今日もそういう意味の一つだと思うわけですよ、そうなんですよ、で最近はもう Q さんのファンの方がね私の方に、なずみさん YouTube 見られましたか、何分 何分何秒です見てくださいって、もうってそれであのちゃんとこう見て確認しながら見せていただきましたって、なんか Q さんファンの方が私に確認を取るという、うん、いやでもでもなずみさんのことをご存知の方がもともと僕のやつ見てるとかね結構いらっしゃる、うわここでなずみさんと Q さんつながるんだみたいな結構いただきましたよメッセージを、今回の東京もね、ってあなたが申し込むんですかっていう方が、うん、なんかこう謎をめいてあるんですかね、で私ってあんまりこうあの自分から行く時って一人で行かないんですけども、うん、今日は本当にあの
自分からでも行かせていただこうと思ったので、うん、大阪でお話ししたように今現在私の仕事 の, あの拠点は全部供養なんですね、うん、供養として、うん、あの皆さんにさせていただいている、うん、あのプロフィールもありましたように、うん、本当にあの母の突然死から私の人生は本当に変わり、もし母が生きてたら、うん、おそらく皆さん私とは距離3メーターぐらい離れてるプライドの高い、はい、あのね、そういうもう本当に地位と権力と、うん、もう世界を制覇するぐらい私はもう戦ってた人間なんですね。それはあの爆撃のスリランカに、うん、本当に前も言いましたね、この人ためなら死ねるという大恋愛を19歳しまして、うん、はい、もう今思ってもし同じ私がここにいたら 0.1 秒もかかる、絶対やめとけと言いますね絶対やめとけと。でも若い時っていうのは止められるとね、どん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 行くんですよね。でまだあの言ってませんけど、うちの主人もなかなかのね、あの方で私にスリランカ最後試したんですよ、うん、一番スラム街の、うん、ここより最低はないっていうところで私を連れて行って、うんうん、お前ここから私と二人で生活はできるかって言われてますよ。おね、できませんよ、うん、見た瞬間もうこんなんですよ、目手になって、うん、そんなスーパーのお惣菜やな、イケイケ姉ちゃんみたいなね、うん、まだ時代ね、うん、それを見た時に私ね、いけますって言ったんですよ、あ、主人は絶対行かれへんと。で私どんな作戦でたかって、いけますよ、うん、余裕ですって、うん、今でも覚えてます、スーツケース、うん、全部トイレットペーパー入れても行けましたそれが可愛いですよね、19歳ぐらいですから、トイレットペーパーがないですよね、そういうスラム、うん、で私はやっぱりそういうね、うん、っていうところが出るんですよね、うん、そこがもう全然違いますね。トイレットペーパーなんてもう高くて高くて、うーん、今でも覚えてますね、確かあのどうしてもコアラのマーチが食べたくなって、はいはい、あれ日本で 100円ぐらいですよね、はいはい、確か1000何も払ったんじゃないかな、3000円ぐらい当時の人の給与でしたからね、はいはいはい、まあ、そういう中で多分私人よりも感動してるのは根底にそういうのがあったっていうことと、うんうん、でもあのいい出会いで今はもう本当にあの丸く、うん、本当に供養ということで、うんうん、今日あの出会っていただいた方のね、うん、命の時間何を差し上げようと、うん、で動乱のね時代ですので、うん、まあ、動乱っていうことを今日削除してきましてね、激動の時代と、うん、それは激しくもうあの皆さんに今日とてつもないものを伝授しますので、一個聞き入ってください、はいはい、ちなみにあの激動でこれからの何年かっていうんですか。激動は1年です。1年、この1年ラストチャンス2024年が激動です。で2025年がその動いた分自分で結果を映像で見るっていうことですね、うん、もう映像で映し出されるっていうことですね、うん、だからまあはっきりとあの世とこの世の狭間がもうほとんどないと、うん、で私も母が突然死になった時に、うん、まあ、それはそれはもう霊能者という人のところはもうとっつめるぐらい確かめましたよ、はい、見えるって言った人、はい、うん、はい、亡くなった人をこの前連れてきてくださいと、うん、はい、それをしない限りはもうあなたはもうそういうことを言ってみんなをそういうふうに落とすんですか。8年間戦ってましたから。でもね、ある日空海さんじゃないですけど、うん、ちょっと分かってきたことが、量子力学とか今そういう光のねいろんな世界ですけど、やっぱり私たちは感覚で分かりたいんですよ、うん、これが正しいかどうか分かりません。でももし憎しんで今もし悲しみがまだあの冷めてない方いらっしゃいましたら、ぜひともお家に帰って、ふすまありますよね、うん、あれ開けてみてください。ふすま、大体あの世とこの世ってあれぐらいですわ。私1万回ぐらい開け閉めしました。こないしてもう感覚は母親いてるのかと、うん、でもすごくあの Q さんがね最近おっしゃって夢、うん、そらそら夢にももういろいろ出てきてくられましたし、あの大体そんな感覚ですね、あの世とこの世って。もしかしたらもっともう今は近いかもしれません、うんうんうん、もうこの辺りかもしれません、うんうん、そういう体験する人は最近増えてるような気がしますね。あの世に行ってきました帰ってきましたみたいな人が。そうなんですよ、うん、なので生きて死んでる人と、うん、死んで生きてる人が今こう混ざり合ってる時代です、ね、どんなことをやってるどういうことですか。これどうですか。例えばですよ、はい、あの海外なんか知らない人の、うん、まあ、一応ハローとかね、はい、言いますけど、日本マンションでも一緒のマンション住んでるの、うん、何も見えてないみたいに、あ、はい、もっと広かったらこう、はい、席、うん、譲るの嫌やったら寝たふりしてるのか
それと逆ですよね、こう年寄りの方に席を譲ったのにいいわとか、やっぱその時座ってあげてほしい、うんうん、やっぱり路上でもティッシュ配ってたらやっぱ受け取ったらいいじゃないですか、ありがとう、無視する必要ないと思うんですよね。そういうふうになんかこうせっかくこんないい日本なのにもうちょっとこう言葉を、なので今日絶対言わなきゃいけない5対3対2っていう Q さんの声が満点という、ありがとうございます、ありがとうございます、これは5対3対2に私も研究した結果なんですね、ボイス50点取るっていうことは皆さん感覚でどうですか、50点がボイスパワーで30がまあビジュアルなんですね、でビジュアルっていうのは整形するとか自分の美人とかこの言われてるんじゃないんですよ、その人らしさのオーラを発してるかなんですよ、うん、よくありますよね、私は鼻が低い、そんなんじゃないんですよ、誰かになろうとした時がもう生きてんのに死んでるっていう選択なんですね、憧れはいいですよ、でも声は世界で一つ、顔は世界で一つですよね、その人になろうと思った時気をつけてください、私が私であること、自分であるっていうことにコミットすることから、パラダイスなんですよ、だからキュンさんはまあ50、それとご自身のオーラっていうものをね、ちょっとまああえて25点ぐらいしてるんですけどね、やっぱり私も常に謙虚であるっていうことを気をつけてるんです、ちょっとやっぱ態度がでかく見えるんです、常に、ね、はい、常に謙虚で、だからもうこれでマスターしたとか、私は専門家ですが、もうそれはね極力言わない、いやまだだから熱海も私はそのもちろん Q さんとご縁あってコラボさせてもらってますけど、私は学びたいと思ってるので、一個人としてね、申し込んだんですけども、なんかちょっとバレたのかないう2025年は自分から行く時代なんですよ、誰かに声をかけてもらおうとかチャンスを待つ時代はもう終わったんですね、パラダイスさんも2023年チケットを持っていただくことで今走ってる時ですので、ちゃんと自分の席が用意されてます、その席をどういう席にクリエイトするかっていうのはやっぱり Q さんはイマジネーション力、イマジネーション力はもう時代のアイデアを生む人しか無理なんですよ、だからこれはもう自分というものを造形していくビジュアル力ですよね。であと20、この20が謎なんですけど、Q さんはもうボイスパワー50持ってるし、ビジュアルが25なので、もうこれ75点ですよね。それ何言ったとしても、もう大体8割取れてるわけですよ。でも、ボイスがなかったら、内容の20は生まれてこないんです。それはね、すごくね、わかります。僕もその YouTube 喋ってますけども、あれ、喋ってるだけなんですよね。だからものすごいコンテンツを喋ってるわけじゃないんですよ。言ってしまえば、いやもちろんコンテンツあるつもりではいますよ、本も書いてますけども、でもまあなんか特殊なことを話してるわけでもないんだけども、いろんな人が見てくれるっていうのは多分声の力があるんじゃないかと、まあ、よく言われるんですよね、高周波ですね、でご自身はそんな歌をねあんまりうまくない、いやいや世界クラスですよ、いやいやいやもしね、いやもしね本当にご興味、自分が思ったら本当びっくりするぐらい、ここはまあQさんは謙遜したと思いますけど、いやいやいや私行きませんもん、それやったら、やはりね、ボイスの価値っていうのは、YouTube でも高周波がずっと続くと居心地がいいんですね、どうですか、だから Q さんのパッと上がって元気になりますよね、ありがとうございます、はい、内容素晴らしい人世の中いっぱいいてますよ、はいはいはい、そんなでもプチッと消してません、まあそうですね、高周波っていうかボイスパワーなかったらね入らなくなってるんです、人間っていうのは、なのであとの20点はこのボイスなのでほとんどもう満点に近いってことですね、だから皆さんもできたらその一つの言葉一音あーならあーが必ず上がってるか下がってるか気をつけていただきたいんですね、例えば Q さんはいから始めますね、はい Q さんですはいのはがもうここまで上げたんですよ、おー私も結構分析してるんですけど、ね、はい、はい、はいなんですよ、はいやったらどうですか、はい Q さんですって言ったらあもう次行こうからね、でもはい Q さんです言ったらもうここでね大体40点ぐらい取ってあるんですよ、
もうなんか勝負です。だから前回も大阪でね、言ったように名前はもう絶対に中村やったらなーって落ちないように、一度下がったら地上にただ突きつけることなんですよ。だから Q さんは多分無意識のうちにやっぱりこう滝行とかされてたりとかするっていう中で、あのボイスがなかったら多分今の寒いところで滝行無理ですよね。まあまあそうですね。だから逆にあとね、滝20年やってるからっつのはあるかもしれないですね。20年でも続かないと思います。あ、そうですね、やっぱりそのパワーっていうその声のあそこでまたね、わーっと照明してありますよね、あれがまたこうそことそことつながっていく。私は今何言いたいかというと、やっぱりあのパッと聞いた時の自分のそのキャッチ能力、あれは間違いなかったと思いました。いやー、自分でもよくわかんないですけどね。今年は本当、来年、今年来年どうなっちゃうんだろうかっていうのが。いや、ランっていうのはやめた方がいいですね。ランって使うとね、感情が乱れていくんで。ランって何ですか？ランって動乱。動乱、ラン。はいはいはい。ランっていうのは乱れるってことですから、これ感情の揺さぶる世界に連れていかれるんですよね。なので、YouTube でもいろんな予言されてる人は、ほとんど感情でものを言ってる人は大体ランとか使うんですけど、はい、言葉が世界を作るので、やっぱりちゃんと見る価値ありますね、これ。自己責任なので。激動ってなってくることは、まあ、今日の体操もありますように、動きっていうのは重力に逆らわない人が動けるわけですよ。怪我するっていうことは重力に逆らったから怪我するわけで、この方法さえ持っておけば、例えば地震になった時でも、私の先祖が佐賀出身だっていうこともあってね、できたら Q さん、私宇宙貢献でいいので、何かあってから Q さんよりも今まだ今日大丈夫なうちに、自力で自分から命を信じてね、生きていくためにこの体操は伝授したいなと。おそらく今日の方はみんな救済側なんですよ。 Q さんの救済側救済側立つのか助けてくれる方を待つのか、どっちか決めるのが二極化ですけど、二極化はないんですよ。多極化なんですよ今は。多極放送なんですよ、だから自分のチャンネルを取ってどっち行くかやから、激動か激乱か、どっちかやったら乱は気をつけた方がいいですよ。激動になると激動はもう感性でドワーッともうスイッチをしたらまっすぐダーイから車も当たりませんわ。当たりません。私も何回も「あだすみちゃん引かれた!」って言われたから、私ペコちゃんの人形抱きしめ走ってたからもう見えが思ってるんですけど、だから走るとだからそのため手が大事なんです。今日は手が命だと覚えてください。はい。いや、前回8日にね、体操を少し教えてもらったわけですよ。はい、それだけで僕瞬時に変わったんですよ。まあ後でやってもらえると思いますけども、これはちょっとまたもっと深く知りたいなという個人的な思いもありまして。ライブマンの柔らかくやった。いや、そうなんですよ。いや、なんか具体的に言うと、この後ろで合唱するっていうのが、結構ありますね。だからすごい。まだね、こんなにはヨガの先生みたいにグワッていかないんですけども、でもね、こんなんですよ。そうですよね、なんかね、ちょっと後ろも難しかったね。見てはったですよね。いや、本当に全然ダメだったのが、ちょっとこういうふうに。あ、でも早いですね、そこまでいけたって。だから、本当ね、もうだいぶ上がった。ああ、だからここはちょっとくっつかないんだけど、もうでも十分ですよ。十分ですよ、これは。今年はね、12月の時に Q さんがもう、キュッと。もう年齢ね、で Q さんね、私からちょっとリクエストなんですけど、年齢もやめときましょう。あ、そうですか。皆さんね、自身年齢わからないですよ。一回魂年齢なんか今入ってきてますから。なるほど。実際の年わかりません。なるほど、なるほど。だから言ったもん勝ちです。25。そうですね、はい、それは本当そうですね。だからまあ僕は一応50というのは何回も言ってるのは、まあ、人生の節目みたいなところで、まあ、生き方に触ったっていう話をするときに言うんですけども、でもその情報はもうね、もう皆さん知ってるし、本質的じゃないという意味では。なるほど。いや、もう25でしょ。25でいきます。はい、いつも思うんですけど、はい、ものすごい肌綺麗なんですよね。だからちょっと本当よく言うとね、私は一応女性なので、まあ、整形並みにちょっと化粧しないといけないかなというぐらい。いや、本当にこれはね、ビジュアル点高いです。よう自転車乗ってますし、肌を酷使しまくってるんですけども、シミができたと思ったらね、消えるんですよ。で、この原因はね、なぜかっていうと、ボイスパワーなんですよ。よーく見てください、皆さん観察して。うわって発信力高い、声の周波数高い人は肌綺麗です。ああ。で、やっぱりね、私なんか言うてる人は、ほんま私なんかみたいな、なんみたいな顔になってくるんですよ。
ほんまに言葉、だから太ることもそうです。ケーキ見てね、うわー、かわいいストロベリーケーキ、私のために作って、買いましょうって買って食べる人とね、いやー、これ食べたら太る。もうその時点で太るんですよ。私もこう見てもあの研究してあのゴザソロ8個食べて、どうなるかとか、一応人様でね、体操してる時っていうのは、一応自分の実験があるんですよ。今はね、簡単に、まあ、ボイストレーニングして、過去最後 4.5 キロ1日落としましたね。それ落とすじゃない、ただもうレッスンして終わったら 4.5 キロ落ちてるんですよ。もう私は今もう極限まで落ちてますので、今腹巻きに今生えてきてるんですよね。そうです。で、痩せるっていうことはやめた方がいいです。やつれるですから。結局、うなぎと一緒ですわ。高いうなぎは締まってるわけですよ。ね。だから締めるためだけ締めて、あとはね、いいんです。足を細くしようとかいらないんですよ。例えば、キュウさんの顔がこけたら、もうこれは仏像が、損失みたいな。キュウさんはこのまま丸い形でね、キュッと締まってるだけなんですよ。だからそれはキュウさんが自分で絵を描いて、得意な、どういう風なね、形にしたいかいう形を作ったいわけですよ。なんとでもね、本当に重く重いです。私ね、ダイエットって意味わからない。はい、はい。私はやっぱり一応植えてましたからね、妊娠中もね、もうずっと百科地で飲んのみで食べた気にしてイメージで。でも息子4160生まれたんですよ。未熟で食べ未熟だって言われたからね、もう言われました。だスリランカですよね、そこ。スリランカで植えてですね、でもう6ヶ月の時に、うん、まあ、どうしてもやっぱりちょっと、いうことで、まあ、日本で産んだんですけども、もうガリガリですわ、その時ね。でも、全然大丈夫で、だからその、思い込みなんですよね。で、ダイエットやめてくださいね。なるほど、なるほど。食べるもの食べてください。はい、はい。大事なのは、すべて、出す力ですよ。ほう。来ました。骨も出す力。はい、はい。ね。で、ここでは、花と呼びましょう。なぜトイレを掃除するんですか、いいことがあるからですか、じゃなくて、トイレは花瓶なんですよ。私らの世界では便とは言いません、花の便と書きまして、朝起きたらどんな便が美しい便を見たのかということを師匠に寄せられまして、辰巳さん今日菊見ましたか、何見ましたかということで、だからそう思ったら花瓶はきれいにしますよね、水替えで、はいはい、そういうことをすると自然と腸はきれいになって太りようがないんですよ。なんで痩せ我慢するんですか、食べてください、好きなもの。もし明日死んだらどうするんですか。感謝です。だから今日も合唱っていうことで、Q さんにね、後ろ合唱言いますけど、やっぱ後ろっていうのはもう全てここが電気が発してるところですので、まあ、前も大事ですけど、やっぱり後ろ同じように合唱をねしていただきます。それと手と手を合わせるということで、もうこれは日本人の特権ですよ、いただきます、これはもう本当に密教の難しいことを知らない人でも、手を合わせた瞬間、これはもう密教の多分正式なんですよね、ってなるわけです。で、今日体操の時は左が下で右が上になります。覚えていただけますか、左が下で右が上なんです、これ間違えると全然違うことなんですよ、もう何もいらないでしょう。もう左が下、右が上、左は自分なんですよ、これは自分、自分と思ってください。右が神、まあね、ということは自分の下に神様乗っかかるんじゃないんですよ。もう自分の上に神様が乗せていってくれるんで、あとは任せるだけなんですよ。それもお伝えしますけど、で今日はこれは上級クラスのね、いやここまで Q さんとコラボすると思ってなかったので、ちょっと上つまんで教えたんですけど、本当は今日ヨガマット持っていただけるのに、死んだ人間が生き返るっていうぐらいの、これはもうほとんど今ね、手当て療法とかほとんどの人はそこから来てるんですよ。昔の人はすごいですよ、やっぱり人体実験してますから、で私のまあ師匠の師匠っていうのは本当に何回も亡くなってるんですけど、でカリスマで言いますとね、一番大事なところは足首手首なんですよ。はい、後でまあ私のね足首も見ていただきますけど、手も手首もやっぱりちゃんとこう合掌して丸くなるようにしていただく、でこれのやり方は常にこっち向くことです。これ裏目視野の手が多いんですよ、裏目視野の方にもう女性向いてるんですよ。もう男の人がね元気なら女の責任やから言ってね、ヒゲマンがね増えてきたんですよ、2022年まで。で2020年のヒゲマンがだいぶ脱出していただいたらしいんですけどね、できるだけ手をこっち、手のひらを太陽に向けるということですよね、はい、だからできたらこの
激動の 年は朝の太陽、で Q さんの YouTube ちゃんと見てます。あのパイナップルあれに Q さん、バナナ入れたら最高のセロトニン栄養素です。ほう、あ、バナナ、そうですよね、はい、太陽がセロトニンなんですね、はい、であのセロトニン、まあ、オキシトシン、まあ、オキシトシン愛情って、まあ、犬持ってる人は鼻と鼻を近づけるように、うわーっとした瞬間に人間の恋愛ではあのもらえない何億倍のオキシトシンもらえるんですよ。なんか犬猫いてたらもうずっとこうして鼻と鼻でこう近づけていく、はい。だからこれからは本当にセロトニンの時代ですので、できるだけ朝の太陽で、太陽浴びなかったっていう人はもうあの早く出ていけなかって入れたら、もうその Q さんパイナップルとあのバナナが出る、パイナップルなかったって言ったらもうバナナで牛乳で飲む、バナナって吸収率高いんですけど、バナナのいいところっていうのはやっぱものすごく腸をきれいにするんですよ。だパンよりバナナですね、バナナはもう絶対にあの家いつも積み上げてます。なんかインドとか赤ちゃんの離乳食やったりしますもんね。バナナ最高なんですよ。バナナ最高なんです。なのでちょっとねあの、調べたんですけど、バナナがいいです、確か田辺農園かな。申し訳ないですけどカットして、あのバナナいいんですけどね、薬使ってるんですよ。ベータイカレー薬漬けして売られてますから、じゃあそのはいいんですか。それはね、のあのなかなかそれはちょっととある農家の秘密兵器のところに聞きまして、それ OK ですと、でも、もしね、やっぱこれあの支援もしないといけませんので、ピリピリピリの方もね、なのでバナナ上だけ取ってください。上は上カットして上食べていけないですよ、バナナの上は。むくでしょ、はい、そのむいたところは上ですか。上取ってください、上ちょっとあの2センチぐらいカットして、そこに農薬が一番ついてるんで、それをパンと切ったら大丈夫です。あ、なるほどなるほど、はい、もういくらなんでも多分、もう邪魔くさいでしょ、そんな探されへんからね、それをちょっとやっていただくといいと思う。あとあんまり気にしないで、あとヨーグルトはできたら寝る前に食べてください。おお、そうなの。寝る前なんですか。寝る前のブルガリアです。はい、朝食はもう体冷やすので、でもし健康をね、今日はもう身体のあれですから、もし騙されたとしてやるんでしたら、カイロをへそ下にあの貼って寝てください。で体調悪い人は鼠径部ですね、この鼠径部のこの下にカイロ2個貼る、はい、この鼠径部っていうのはもうここ命綱ですので、だからよくこういう手をしてね、鼠径部暇だったら叩けって言うんですよね、ここね、で手はこうしてくださいね、ここにこういう手をするってことですね。だから Q さんの魔法使いの養成講座で受けたそのね、あの陰の形、あれはもう完璧できてます。あ、そうですか。あの11面完全の菩薩様から教えてもらったんで、あれできてます本当に。なんかあれをこう昔の人はね分散して、私はその30過ぎてに40前に1回日本に帰ってきてますので、もう多分全部自分が一番遅れてると思ってたんですけど、やっぱり水難が行ってる時に自分が一番進んでましたね。何度もまあクラーク博士の話とかもね、言ってますけど、あれ SF は実在ですよ。もう今日も無理やり Q さんにもうドラえもん呼んでくださいって。ドラえもん、はいはい、あのやっぱ頭をね使う時代じゃないので、もう頭で考えたらダメなんですよ。頭はねやりますよっていうことを一回言うんですね、あとは身体を信じてください。身体、今年僕テーマ身体ですからね。身体です、もう歌もボイスパワーも全部身体を信じてない人は緊張するし、例えば恋愛でもそうですよ。なんで韓国ドラマ冬ソナ好きやと言います、冬ソナヨン様好きやと、なんで冬ソナがあそこまで引っ張ったかっていうと、女性は初恋の人を忘れないんですよ。ほう、初恋の人と結婚した人はいいですよ。でも初恋の人が敗れた人はやっぱりね、あれを韓国ドラマをね、年70も過ぎた人を見るとね、昔の青春時代が蘇ってくるんですよ。だから元気になるからあれは取ったらいけないんですよ。そういうことでですね、皆さんね、身体を信じるということです。でその身体を信じるということで、この手を使うということで、絶対に話さんといてねって言うんですけど、話す人いるんですね。今日あることします。絶対話すな、喋るってことですか。あのね、あることするんですけど、絶対話すなんて言うんだ。話す、このことで、ポンって話すじゃん。あ、こっちで、それをね、すぐ夢諦める人なんですよ。
絶対に持つって、もう最後だから新薬分かってもそれだけ持っとけぐらい、まあ、訓練なんですけどね、うんで今日はまあその本当にあのまず一番最初は 寝ていただくんですけど、人間寝る時間が一番大事なというわけで福岡月一108回目夏美さんとのコラボ急遽決まったわけなんですけども、まあ、音声だけですがトーク部分30分ぐらいお届けいたしました。まあ、大半がですね、まあ、お互いの自己紹介とか、まあ、出会いきっかけとかですね、あと夏美さんからの僕に対する評価だったりですね、まあ、そういうちょっと話が続いたわけですけれども、この後、まあ、怒涛のワークに入ってですね、まあ、僕にとって今年は体、身体がテーマっていうところで、それにふさわしい内容になったわけですけども、今まで僕のね、20年間って言ったのはですね、一応これから僕20歳って名乗りますんで、あの50歳って言ってたらですね、だんだん50歳になってしまいますからね。はい。まあ一応お分かりと思いますけどね、今僕20歳というアイデンティティで言っていきたいと思うんですけども、まあそう言うとですね、おそらくなんですが、まあ、あの、すごく体も元気になりますしね、肌もめちゃくちゃ綺麗になってくると思うわけですね。何よりですね、僕は体めちゃくちゃ硬い方だったんですけども、すごい柔らかくなってですね、もうほんと、踊りとかウエーってやってますけども、それに磨きがかかるんじゃないかなっていうぐらい体がね本当に柔らかくなってきたんですよね。でそれ本当瞬時にできるというか、いやーこれはねすごいことになりそうだなという予感があるわけですね。でその後、まあ、何人かでねちょっと飲みに行くというか飯食いに行ったんですけども、その時にまた衝撃の話とかあって、また来週東京でお会いするというかコラボするんですけれども、どえらいことがねこれから起こると思いますし、まあ、何より立春です。2月4日立春、まあ、僕のトークライブから始まるわけなんですけれども、いやー、ね、あいにくとちょっと満席、もしかしたらフォームが空いてたら受付中ですけども、なんですが準備期間です。まだ先ほど言った通りですね、まあ、10個ぐらいまずは目標を書いて、そして準備をするってことですね。まあ、これ自体は毎年行われることなんですけども、この1月の生き方っていうのが本当の意味での立春からの1年スタートになるわけなんですね。いやちょっとね、あの内容いろいろお話したいところあるんですけども、僕自身がまだ追いついていないというところもありますので、またこれから先も何か学んだことをシェアしていきたいと思います。自由でね、あの行きたいというのが、まあ、僕の最大願いなわけなんですけども、体が健康になるというか体が動くというのは本当に自由だなという、そういったことを体感させられるコラボだったと思います。参加された方、よかったらコメントになんか感想とか書いていただけると嬉しいなと思います。なかなかその言い尽くせない部分があるんでですね、ネタバレというよりは、なんか、こんな思いがあったみたいなのですね、参考までに聞かせてもらえばいいかなと思います。ではまた、ありがとうございました。